皆さんこんにちは、佐藤大輔です。佐藤のラジオ第22回よろしくお願いします。はい、今回はまず最近私が食べて美味しいなぁと思ったものの紹介、商品紹介みたいな話ですね、をしたいと思います。最近私が食べて美味しかったのは桃です。はい、桃。<laughs> あの、ちょうど時期が旬なのでね、あのー、 非常にあのー、今シーズン初めて桃食べたんですけれどもあのー、美味しいですよね皮を剥いて丸ごと食べる食べ方が一番好きなんですけれどもあのー、旬な果物っていうのはやっぱり一番美味しいですよねはい ただ、まあ、桃の紹介しててもしょうがないので、まあ、桃は確かに美味しかったんですけれども、あの、私が商品として紹介、紹介というか美味しかったなと思ったのは、えっ、ー、と、亀田製菓のですね、2の枝豆という、枝豆のスナック菓子みたいな、おせんべいみたいな、薄いせんべいみたいな感じですね、焼いてあるんでしょうね。で、枝豆のせんべいと。 大きさは 1cm 角ぐらいの六角形みたいな形をしてるんですけどねあのこれが美味しいですねあ,のあったら食べちゃいますあのスーパーとかコンビニとかで普通に売ってるちょっと調べてみたんですけれども亀田製菓のなんかホームページに商品紹介のところに載ってない気がするんですけれどもなんかあの2の,あの枝豆2っていうのは普通の2ですね2の枝豆調べるとアマゾン とかのあのあ購入ページとかが上位に上がってくるのであので亀田製菓のホームページ見てもなんか私は検索できなかったんですけれども普通に売ってると思うんでねあのアマゾンとかでも買えるのであの気になる方はぜひ買っていただければっていうふうに思うんですけれどもまあ味としてはですね結構塩味塩味が効いていてあので 程よく枝豆の甘みというか味もして、あのー、まあ、枝豆好きの人はぜひっていう感じですね。私、お酒飲まないんですけれども、お酒のおつまみとしてもいいのかなっていうふうな、それぐらいの塩味の効き方、あのー、だから、これからのシーズンとかはね、特に冷たい飲み物と一緒に食べるのは、 いいいいのかなーっていう,ふうに思いますで私いい年してお菓子が好きなんですよねまああんまり食べちゃダメだよなって思いながらついついあると食べちゃいますよねよね <laughs> って食べちゃうんですようんなのでこの枝豆のスナックも2の枝豆もとても美味しいまあ亀田製菓の商品は基本的には間違いないですよね亀田製菓の商品はもう美味しい基本的にあの そ,それで買ってみてやっぱり美味しいっていうんで同じシリーズでエビのやつもあるんですねツーのエビっていうのかなエビのやつちょっと名前分かんないですけどエビのやつもまあまあ美味しいんですけどこれはまあびっくりするほどではないですね普通のエビせんべいちょっと味の濃いエビせんべいっていう感じであの私としては圧倒的に枝豆の方をおすすめします非常に美味しいです是非見かけたら一回買ってみて食べていただければいいかなというふうに思います はい、次はですね、次も食べ物の話なんですけれども、まあ私焼肉が好きなんですよね。まあお好きな方多いと思うんですけれども、焼肉月に1回くらいは行くんですね、友達と。はい。で、その、行く人が決まっててというか、その人と焼肉に行く回が月に1回ぐらいあるんですね。で、基本的に、 リピートするのではなくて、新規開拓、新しいお店に行くんですね。で、お店はその相手が探してきてくれるので、私はもう任せっきりなんですけれども、で、その友人曰く、行きたいお店、外食のお店ですね、が焼肉だけで、現在も100件以上のストックがあると。 信じられないですよね。あの、ど、どういうことなんだろうって、私、行きたい店なんてそんな、んうんと、ないけどなと思いながら、あの、すごいんですよ。あの、で、焼肉店って、めちゃめちゃあるんですよ。その、あの、多分皆さんが思っているより、めちゃくちゃいっぱいあってですね、食べログとかで、あの、調べても、もう、キリがないんですね。 でわ、私たちがあのコンセプトとして私たちというかその友人がコンセプトとしてし探しているのは別に高いところは行かないですしそんな行けないのでね頻繁に。であとその繁華街飲み屋街とか繁華街のいわゆる街の中心地にあるようなところではなくてそのちょっと外れの地元の人がよく行くようなあの穴場的な。 あの安くて美味しいみたいな店を探してくるんですよ。私は全く探さないんですけれども。で、これまでどうですかね、2、30件は多分行ってると思うんですよね。で、まあ、当たり外れもありますね。やっぱりこれだけ行ってるとあの、美味しいお店は美味しいですし、焼肉、同じ一つ口に焼肉と言っても、やっぱり同じような価格帯でも、全然、 味が違ったり、まあ、なんとなくですけれども別に私もあの舌が肥えてるとかではないんですけどなんとなくあこれいいお肉なんだろうなとかあこれそうでもないなみたいなのはあのー、ちょっと店によってやっぱり違いますねまあそんなに結局言っても焼肉なんでそんなにまずいみたいなお店はないんですけれどもちょっと割高感あるなとかこの店は本当にあのお,お得だなみたいなところは やっぱりあります、ね、でまあ気に入ったお店はまあリピートでたまに行ったりもするんですけれどもまあ別の友達と行ったりとかねするんですけれどもでその人友人はどうやってそういう店を探してくるのかって一回聞いたんですけどあのー、食べログとかだとね正直も探しようがないのでで地域もまばらですしどうやって探してくるのって聞いたらなんかブログとか インスタグラムで今はお店を探す方法がいいらしいんですよね。そのなんか、私、インスタグラムでお店を探すって感覚が全くわからないんですけれども、なんか説明してましたけど、まあ、よくわかんないなと思いながら聞いてましたけど、そのま、ブログで言うとですね、そのグルメリポートみたいな、<laughs> あの、レポートを上げているブログっていっぱいあるらしくてですね、それもいっぱいあるらしいです。私も見たことないですけれども、で、 なんか自分の感覚と合う投稿者が何人かいて自分との感覚に近いブログが何個かあるらしくてその中から店を自分でかつさらに自分がいいなっていうお店をピックアップしてあのストックしておくみたいなんです涙ぐましい努力ですよね私はそんなことを全くせずにもう、あのー、何件かその友人があのー 候補として挙げたとこの中からここ行こうということをあのやってるだけなんですけれどもだからいろんな店へ行くの楽しいですよあのねあのお店もそうですしあの土地もねそんな遠く行かないですけれどもあの普段降りない駅で降りたりとかあの普段行かない地域とか行ってっていうことなのでまあ私はせいぜい食べログとか。 しか参考にしないのでねそんな突拍子もないような地域とか,あの行,かない行ったり探したりしないのであのいいですねそういう友人が探してきてくれるので非常に楽ですねで焼肉屋行くともう最近はもっぱらカルビよりロースとかヒレタンハラミとかですよねまああとホルモンも食べるんですけれども要はもうカルビは もう注文しないですね注文しないことの方が多いあの前はまあカルビとりあえず最初頼んでとかやってたんですけれどもカルビ注文すらしないですねカルビ食べちゃうとやっぱり油がきついのででもともと私そんなに油が得意ではないあの油があんまり好きじゃないので,でカルビ最初に食べちゃうともうなんか油濃くなっちゃって食べにられなくなっちゃうのでトンカツとかもロースとかよりも圧倒的ヒレですしね、うん、その ヒレっていう部位を置いてる焼肉があったらもう間違いなくヒレは頼,ヒレは頼みますねヒレ肉は最高に美味しいですねうんまあそんなこと言ってますけれども学生時代はあのとはいえ焼肉といえばもう3000円をちょっと切るか3000円ぐらいのお店で食べ放題でなんかみんなで行ってもうカルビ 5人前とか、単十人前とか頼んで、あのー、食べてるような食べ方だったんで、でも気持ち悪くなってみたいなパターンですよね。今はまあちょっとそんな食べ方はできないので。で、えー、っと、美味しい店のロースとかヒレは本当にもう感動するレベルですね。これはもうまあ、 高い店はおいしいんでしょうけど同じような価格帯で出してても本当にすごくおいしい店とまあ普通の店っていうのはあるのでこれはもう店行ってみるしかないですよね行ってみるしかないっていうレベルですよねあとまあ特上とかある店もあるんですけど特上とかも頼みませんね基本的にあれ油が増えるだけな気がするので 結局、いろんなものが食べられなくなっちゃうので、あの、まあ、超高級店とかだとね、特上って言ったら別に油もくどくないのが出てきたりするんですけれど、するんかもしれないんですけどね、その超高級店なんて私行ったことないんでわかんないですけれども、まあ、基本的に油が増えるだけなのでね、美味しくて、あの、柔らかい赤身肉っていうのが最高ですよね。で、あとは焼肉屋さん行くとやっぱいつも締めの料理どうしようかな、みたいな感じ。 で困るんですよねあの今までちょっと寒い時期だとやっぱクッパとかビビンバが美味しくてあの昔はもうビビンバばっかり食べてたんですけれどもなんかクッパの美味しさを知ったと言いますかクッパもテールとかでしっかり出汁がとってあるところのお店は本当に美味しいですねでテールと一緒に入ってたりするとまあクッパも美味しいですしあとは暑くなってくると冷麺もねやっぱり最後さっぱりっていうのは 捨てがたいですよね、まあ、こんな話してると焼肉行きたくなってくるんですけどねまた今月も週末に多分焼肉行くんですけれどもあのー、そうですあのー、焼肉に月1回ぐらいいろんな店回ってますっていう話でしたはいあと続いては私がたまに見る動画というかあのー 気になる動画の話と言いますか。別に誰それさんの何々っていうような話ではなくてですねジャンルとしてアウトドアの動画をなんかぼーっと眺めてるのがあのー、なんかリラックスというか癒し効果あるなーっていう風でたまに見てるんですけれどもなんかいろんな道具を使って木を切ってで薪きにして火を起こしたりして料理するみたいな動画今いっぱい上がってますよね。あのー そういうのを見てるといいなぁと思うんですよね。特になんか火起こしのシーンとか焚き火のシーンなんとなく良くないですかわかるこれでも焚き火の動画ってやっぱ結構再生数あるのでやっぱり同じような風に思う人多いんじゃないですかね。あのなんか火が徐々にあの、まあ、着火の時からあのじゃじゃ徐々に火が大きくなってっていう、で火が落ち着いてっていうのを見てるとずしばらく見てられますよね。しばらく見てられる。ぼーっとねじ。 あのー、自分もやってみたいなとか思うんですけれどもじゃあ実際にキャンプとかアウトドア行くかっていうとちょっとまたそれはなんか腰が重いですよね。なんか <laughs> あのー、ベッドで出たいなとかシャワー浴びたいなとか。 虫とか出たら嫌だなとか思っちゃいますよね。まあそんなやつアウトドア向いてないよっていう話なんでしょうけど。まあ実際に行くと多分準備もね、大変でしょうし、後片付けとかも、あのー、食材の処理とか、炭の処理とか、あのー、ね、ちゃんとしないといけないでしょうから、多分大変ですよね。ああいう動画はやっぱり、あのー、いいところだったり、それ慣れた方がやって手際もよく見えてるんでしょうけど、やっぱり素人がやると、あ本当に 大変なことも多いでしょうし、あの、なかなか簡単にはいかないんだろうなっていうふうには思うんですけどもね。だからこそああいう動画に見入ってしまうっていうところはあるんですけどね。あのー、でもなんとなくその男心をくすぐるというか、あのー、あと料理が美味しそうですよね。今、アウトドアの料理でもいろいろありますよね。その、なんか一昔、まあ、一昔前っていうか、まあ私が小さい頃はもうカレーとか、 焼きそばとかバーベキューとかぐらいだったような気がするんですけれども今ほんと何でも作れちゃいますよねあのダッチオーブンであのローストチキン焼いてみましたとかアクアパッツァ魚さばいてアクアパッツァ作ってみましたとかあのローストビーフ仕込んであの焼いてみましたとか本当にあとスイーツ系もなんかいろいろねパンケーキ焼いてとかいろいろありますよね 私料理もあんまり嫌いじゃないというかあのたまにしかやんないんですけどやったりするのでああいうのもすごいいいなっていうふうには思いますよねただまあ一緒に行く人もいなければ <laughs> 自分もあんまりアウトドアにあの本当のところは多分向いてないだろうなっていうところがあるのでなのでまあ動画を見て憧れていいなと思っているっていうようなところですね 今回は最近食べて美味しかったもの。桃と亀田製菓の2の枝豆。桃はいいんですけれども、2の枝豆。これはおすすめです。あとは焼肉屋さんにいろいろ行くのが楽しいし美味しいっていう話ですね。で、最後がアウトドアの動画を見てるのが楽しいよっていうお話でしたね。はい。佐藤のラジオ第22回。今回はこの辺りで失礼したいと思います。 最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。